がお休みなので楽器屋さんに行こうと思ってました。いえ、見に行くのはキーボードじゃなくてハーモニカですよ。せっかくの夏休みなので新しい楽器に挑戦してみようかなって。先輩も一緒に行きますか？いろんな楽器があって面白いですよ。このハーモニカ10万円もしますよ。あやや、こっちのは50万円です。それも純銀製ですよ。すごいですね。こんなの高すぎて買えるわけないですか？ここに並んでいるのはハーモニカの中でもすごく高いものですよ。私が見に来たのはこっちのもっとお手軽な方ですから。これは10個の穴があるタイプで、あ、これなんてピンクで可愛いかも。あ、このハーモニカ同時に2つ買うととてもお得みたいです。今なら1個3000円のところ2個でも3000円、なんと半額ですよ。先輩もそう思いますか？私もすごくお得だと思います。それに小さくてピンクで可愛くて一目惚れしちゃいました。いいこと思いつきました。先輩もハーモニカを買って私と一緒に練習しませんか？先輩も今日からハーモニカデビューです。1500円なら買ってもいいかもですか？じゃあ先輩、この中から選びましょう。いやいや、よく見ると全部ピンク色です。残念なことに他は売り切れみたいですよ。他の色がないならピンクでもいいですか？えへへ、ならお揃いですね。先輩、ここなら日陰で人も少ないのでたくさん練習できそうですね。先輩、なんでそんな暗い顔をしてるんですか？勢いで買ったけどうまく吹ける気がしない？先輩、心配ないですよ。基本は私でもわかるので教えちゃいますから。じゃあ最初はドレミファソラシドを覚えましょう。ハーモニカは一つの穴を吹いたり吸ったりすることで二つの音が出るんですよ。じゃあまずは10個ある穴の左から4番目に口をつけてください。吹いて吸って押しながら順に右の穴に移っていってくださいね。吹いて吸って次の穴に移動します。はい、吹いてみましょう。とってもいい感じですよ。その調子で1オクターブ吹いてみましょう。死とどの穴だけは吸ってから吹くんでした。うまくいかなかったのは先輩のせいじゃないので、そんなに落ち込まないでください。今度は二人一緒にやってみましょう。はーい、よくできました。先輩、とっても飲み込みが早いです。この調子ならすぐに演奏できちゃうかも。これはなぎこちゃん先輩に教えてもらったんですけど、ハーモニカは吹き方に個性が出やすいので同じ楽器でも人によって全然違う音色になるみたいです。それを聞いて私ハーモニカに興味を持ったんですよ。川の風が気持ちいいですね。寝っ転がって休憩すると気持ちいいかも。でもまだ始めたばっかりですか？見てください、入道雲がソフトクリームみたいです。あの雲がソフトクリームで、あっちは綿あめですね。向こうの雲はまんまる笛ラムネです。さっきから食べ物の名前ばかりですか？別にお腹は空いてないですよ。
なんだかこうしてると眠くなってきちゃいますね。先輩とハーモニカの練習しながらこんな風にお昼寝できるなんて幸せです。練習中に寝ちゃダメ？おや、どうしてもダメですか？この土手の上は自転車で通る人が多いですね。自転車通学の人もよく利用してるみたいです。わー、あの人後ろに女の子を乗せてます。仲が良さそうでいいですね。先輩、そろそろ練習を再開しましょうか。ハーモニカは確かここに置いたような。あ、ありました。はい、こっちが先輩のですよね。じゃあドレミファソラシド、二人でもう一度やってみましょう。これでもうドレミファソラシドはマスターです。先輩、落ち着きがないですけど、どうしたんですか？ハーモニカを取り違えた？でも二人とも同じハーモニカですよ。なんでわかるんですか？よく見たらこのハーモニカ、裏に先輩のイニシャルが。いつの間に書いたんですか？私全然気づかなくて、てっきり近くにあった方が自分のかと。ごめんなさい、すぐお返しします。本当に私っておっちょこちょいです。でも先輩が怒ってなくて安心しました。よく考えたら先輩のハーモニカも私が使ってしまいました。ハンカチで拭きますから、ちょっと待っててください。およでもそういうわけにはいきませんよ。今すぐ拭きますから、ちょっとだけ待っててくださいね。先輩、本当にごめんなさい。はい、気を取り直して練習を続けましょう。あ、もう少しドレミファソラシドを練習ですか？いいですよ、一緒に吹きましょう。あやや、今度は私まで間違えてしまいました。まださっきの動揺が。なんでもないです。あやや、先輩もなんですか？間違えたのにシンクロしてしまいましたね。はい、じゃあもう一度。わあ、今度はうまくいきました。ドレミファソラシドもこんな風に二人で演奏するととっても深い曲に聞こえますね。演奏者の個性が出る楽器だからでしょうか。ハーモニカ、やっぱりお揃いで買ってよかったです。もしもし、先輩ですか？朝比奈ですよ。寝てたんですか？でも、もうすぐお昼ですよ。あ、今日は先輩を遊園地にお誘いしようと思ってご連絡しました。ゆずちゃんとのりこちゃん先輩も一緒です。1時間後には電車に乗る予定ですよ。話が急すぎる？あやや、ごめんなさい。のりこちゃん先輩が、先輩なら朝から晩まで暇なんじゃないかって。私とゆずちゃんも先輩が一緒の方が楽しいと思って連絡しちゃいました。もちろん行くに決まっているですか？ああ、よかったです。なぎこちゃん先輩、ゆずちゃん先輩来てくれるって。先輩、なぎこちゃん先輩とゆずちゃんも喜んでますよ。お、それとなぎこちゃん先輩が遅刻しないようにって言ってます。じゃあ先輩、後で駅でお会いしましょう。先輩、なぎこちゃん先輩、遊園地って
来ただけでワクワクしませんか？まあたまにはいいかもね。あたり一面いろんな音でいっぱいだし。遊園地に来るといつも期待で胸がドキドキだよね、ゆずちゃん。ももも私も遊園地に来ると乗り物で遊ぶ前からテンション高いかも。絶叫マシンすごいです。地獄を通り越して天国まで落ちるスーパーコースター、その名も無限だって。ももはこれ平気そう？少し怖いけど興味はあるよ。黒川先輩はこういうの苦手じゃないんですか？うん、まあ平気だね。金属のいい重低音が響いてくるね。まさにシャウトするために生まれてきたマシンだ。先輩は絶叫マシンは大丈夫ですか？そうなんですね。せっかくの遊園地なのでいっぱいワクワクドキドキしたいです。話してるだけでテンション上がるよね。うん、楽しみだよ。全員一ということで無限に乗りましょう。今からドキドキだね。 Go to hell and heaven! よっしゃ行くぜ。ただシャウトして喉が渇いたな。売店にでも行ってくるよ。桃子たちはメリーゴーランドを楽しんできたらいい。私はとりあえず遠慮しておく。そっか、なぎこちゃん先輩はファンタジーの世界が苦手でした。それとちょっといいかい？いや、すまない。実はさっきのジェットコースターですっかり酔ってしまってね。でも今日はせっかく桃子が誘ってくれたのに、心配をかけて楽しい雰囲気に水を差したくないんだ。私はしばらくここで休んでいるから、3人で楽しんできてくれないかい？今日は君を誘って正解だったね。じゃあ、二人を頼んだよ。メリーゴーランド、よかったね。でも先輩、本当に見てるだけでよかったんですか？私たちが子供みたいにはしゃぐ姿を見ているだけで満足ですか？あやや、私たちってそんなに子供っぽかったかな。そろそろ黒川先輩のところに戻りましょうか。え、私たちがメリーゴーランドに乗っている間に黒川先輩から連絡があったんですか？またあのコースターでシャウトしたくなったから、もうしばらく3人で遊んでいてくれって。うん、なぎこちゃん先輩がそう言うのならもう少し3人で遊びましょう。次はどうしようか。じゃあ3D シアターアトラクションはどうかな。 3D 映画ってちゃんと見たことないから、どういう感じか見てみたいかも。あ、先輩も興味津々ですか？ぜひ一緒に 3D を体験してみましょう。先輩、よければモモと2人で行ってきてください。でもゆずちゃんは？実は私、
こういうのって 3D 酔いしちゃうから苦手なんだよね。あやや、そうだったの？じゃあやめとこうか。いやいや、もも初体験なんでしょ？せっかくの機会だし、先輩と行ってきなよ。私はここで待ってるから。ゆずちゃんありがとう。じゃあちょっと行ってくるね。初めての体験なのでドキドキですね。あ、私はこちらの席ですか？うん、一緒。じゃあここに座りますね。パンフレットだとこのアトラクションは SF ファンタジー海洋アドベンチャーみたいです。いろいろなジャンルがくっつきすぎて意味がわからないですか？私もです。私たちは主人公の航海士になるそうです。高速潜水艦に搭乗していろいろな冒険を。暗くなりました。いよいよ始まりますね。いやー、私たち本当に潜水艦に乗り込んでるみたいです。メリーゴーランドは楽しかったかい？はーい、楽しかったですよ。 3D アトラクションも体験できました。それにしても黒川先輩ってタフなんですね。私たちが遊んでる間に何回も絶叫マシンに乗っちゃうなんて驚きです。まあね、適当に過ごして待ってたよ。なぎこちゃん先輩、みんなで観覧車に乗りませんか？観覧車か。たまには静かなのも悪くないね。ここの観覧車は夕方の景色がロマンチックで、まるで魔法の世界みたいに見えるんですよ。うん、ロマンチックに魔法か。まあ
乗るなら夕方になる前がいいかね。はや、そういえばなぎこちゃん先輩、そういうのも苦手な人でした。先輩、今度来た時は夕方の観覧車一緒に乗りましょうね。
じゃあ早速始めちゃおうか。じゃあ誰がスイカを割るの？ここまでスイカを持ってきてくれた先輩からがいいかな。うん、意義なし。先輩、お願いできますか？やる気満々ですね。じゃあ今から目隠ししますよ。先輩、私がスイカの近くで声をかけますよ。私の声がする方に向かって歩いてきてください。あ、ちょっと待った。スイカを叩く棒はどうするの？ゆずこちゃん、これじゃダメかな。今あそこで拾ったんだけど。あ、それちょうど良さそう。さすが結城さん、これならスイカを叩いても折れないね。はい先輩、これがスイカを叩く木の棒ですよ。間違って自分を叩かないように気をつけてくださいね。先輩、準備はいいですか？先輩、頑張ってくださいね。先輩、期待してますよ。そろそろ泳ぎに行こうか。そうだね。うわ、お腹いっぱいです。もう守ったら、先輩が割ってくれたからってスイカ食べ過ぎだよ。お腹大丈夫？うん、大満足だよ。でも泳ぐのは少し休んでからにするね。イズちゃんたちは先に行ってて。先輩はどうしますか？あ、先輩も食べ過ぎたみたいですね。じゃあ、モモのことお願いします。後で合流しましょう。二人でスイカ食べ過ぎちゃいましたね。先輩がとても美味しそうに食べるので、見てたら釣られちゃいました。はい、波打ち際ですか？波打ち際くらいなら行ってもいいかも。わかりました、一緒に行きましょう。そんなにたくさんかけたら冷たいですよ。えい、お返ししちゃいます。先輩に当たりました。すごい反撃です。転んじゃいました。でも下が水なので全然痛くないですよ。先輩、何を探してるんですか？水の中で何かが光ったですか？わあ、貝殻だったんですね。キラキラ輝いてます。これ私にくれるんですか？ありがとうございます。この貝殻、七色に光ってとっても綺麗です。遊んだらま
乾きました。先輩、かき氷を食べに行きませんか？向こうに海の家がありますよ。先輩はイチゴですか？私は珍しいのでピーチにします。わあ、ピーチ味のシロップはピンク色です。はい、先輩のイチゴ味もできましたよ。先輩、向こうで食べましょう。かき氷楽しみですね。わーい、メロンのかき氷だ。お母さん、あっちで食べようよ。背中に僕のかき氷が。ごめんなさい。冷たいです。背中と髪の毛が氷まみれになっちゃいました。冷たくなくなりました。また目立っちゃいました。迷惑かけちゃってごめんなさい。いやいや、そんなことないですよ。でも先輩に可愛いって言われるのはちょっと嬉しいかも。頭がキーンとします。でも冷たくて美味しいですね。こんな風に一緒にかき氷を食べるのも先輩とのいい思い出です。さっきプレゼントしてもらった貝殻も今日の記念に大事にしますね。はい。周りをよく見るとカップルが多いですか？先輩に言われるまで気づきませんでしたけど、そう言われるとそうですね。私たちも今は海で二人きりだからカップルに見えてるかもしれない。うわ、二人きり。そんなこと改めて先輩に言われたらなんだか恥ずかしくなってきちゃいました。でも見えるかもしれないですね。あ、見つけた。おーい、ママー。何を言ったか聞こえなかったですか？それは秘密ですよ、先輩。
夜は楽しいお祭りですね。それも先輩と一緒です。夏休み最後の思い出作りいっぱいしましょうね。見てください、向こうに水笛のお店がありますよ。先輩、これが水笛ですよ。いろいろな種類がありますね。鳥の形をしたこの笛の尻尾を吹くと鳥のさえずりみたいな音が出るんです。笛の胸はピューピュー、水笛はピョロピョロピョローンですよ。笛の背中に漫画やアニメのキャラクターが乗ってるものも多いですね。一つ買ってみようかな。背中にウサギさんが乗ってるこれにしますね。これください。買っちゃいました。ここで吹くんですか。でも水が入ってないので今はまだ鳥みたいな音は出ませんよ。はい、水笛は中に水を入れて吹くんです。境内の方に水飲み場がありますから、そこで水を入れましょう。水が入りました。じゃあ今から吹いてみますね。うまく吹けました。あ、先輩も吹いてみますか。でも私が吹いたのでいいんですか。いえ、いいならいいんですけど。あやや、うまくいきませんでしたね。水笛で鳥の鳴き声のような音を出すには少しコツがいるんです。もう一度お手本ですか。はい、見ててくださいね。吹くときに少し早めに息を吐くのがコツですよ。はい、どうぞ。うわー、今度はうまくいきましたね。これで先輩も水笛マスターですよ。そんなこと言われたら恥ずかしいですよ。でも先輩だからすぐ吹けるようになったんだと思いますよ。先輩、縁日に戻って他の遊びをしませんか。はい、縁日に戻りましょう。次は先輩の番ですよ。あやや、早くも景品ゲットです。先輩は輪投げも上手なんですね。さっきの射的もヨーヨー釣りも上手でした。縁日の達人みたいです。次は金魚すくいですか。はい、私も可愛い金魚をすくっちゃいますよ。いきません、ポイが破れちゃいました。笛ラムネを吹く前に噛んじゃったくらい悔しいです。あ、コツがあるんですか。紙が貼ってある方を上にしてすくった方が紙が破れにくいんですか。それに大きい金魚は難しいから小さい方を狙うんですか。わかりました、先生。じゃなくて先輩の言う通りにやってみますね。でもその前に、何をしているのかですか。イメージトレーニングですよ。金魚を上手にすくえるようにその瞬間をイメージしてみました。これで準備 OK です。頑張っちゃいますから応援してくださいね。よいしょっと。先輩は教えるのも上手ですね。あ、優秀な生徒にはご褒美に何か買ってくれるんですか。先輩優しいです。いちご、レモン、メロン、いろんな味の綿あめがありますね。私は
ピンクのいちご味がいいです。わあ、おっきいです。こうすると私の顔が隠れちゃいますよ。甘くて美味しいです。口に入れてすぐにじわっと溶けて、いちごの香りが広がります。バター飴ってたくさん食べてもお腹が膨れない魔法のお菓子だと思いませんか？先輩もそう思いますか？それに先輩もこの綿飴を食べれば魔法みたいな出来事が起こるかもしれませんよ。だからこの綿飴は魔法のお菓子なんです。先輩も魔法の綿飴一緒に食べてみませんか？先輩、一人で食べても美味しいけど、二人一緒だともっと美味しいですね。はい先輩、どうぞ。わわわ、先輩、今私の指まで。まだドキドキが止まりませんよ。あ、もう一口ですか？はい。いやー、またまた。あ、もしかして今のはわざとですか？この後は毎年恒例の花火が上がるみたいです。魔法の世界に花火はつきものですか？はい、私もそう思います。先輩、川の方に行ってみませんか？向こうの方が落ち着いて花火が見れそうですよ。この辺りが静かでいいかもですね。座りましょう。風が冷たくないかですか？ううん、あったかいですよ。こうしていればとってもあったかいです。この夏の間、とってもとっても楽しかったです。あや、先輩とバンドを組んで一緒に演奏して、毎日がとっても楽しくて、この魔法が夏が終わらなければいいなってずっと思ってました。あや、でも先輩、この魔法も花火が終わる頃には綿飴みたいに溶けてなくなっちゃうのかな？うん、先輩がそう言ってくれるなら信じます。魔法はこの先もずっと溶けることがないって。先輩、カバンまで持って帰り支度万全って感じですけど、それなのにここで何してるんですか？家に帰らず帰宅部をサボってる？ここからだと軽音部の演奏も聞こえますし、時間を潰すには絶好の場所ですよね。新学期が始まって軽音部のメンバーが戻って、ももも心機一転頑張ってるみたいです。夏休みのライブ、先輩のドラムもかっこよかったですよ。あの演奏を見て、私も楽器始めちゃおうかななんて思ったくらいですから。先輩は軽音部に入る気はないんですか？あったらこんなところで時間を潰してない？そっか、でもそれも少しもったいないかも。え、私は今から部活に行くところです。先輩は、俺、どこに行くんですか？
なところで何してるんだい？え？葉月さんにも同じことを言われた？部室にはまだ桃子が残ってるよ。これから職員室に部室の鍵を取りに行くから、用があるなら戸締まりする前に済ませて。じゃあまた。あ、先輩、夏祭り以来です。お元気でしたか？私は夏休みの間とっても元気でしたよ。だってずっと先輩と一緒の夏休みでしたから。先輩もお元気そうで何よりです。新学期になってみんな帰ってきたので、またニューロンクリームソフトの練習が始まりました。先輩はカバンを持ってますね。帰るところだったんですか？一緒に帰ろう？そのお誘いのためにここまで来てくれたんですか？わかりました。すぐに帰り支度するので、ほんの少しだけ待っててください。駐輪場で待ってるですか？はい、では駐輪場で待ち合わせしましょう。先輩、お待たせしました。あの先輩、実は先輩にお願いがあるんですけど、いいですか？私また先輩の後ろに乗ってみたいです。あ、でもダメならいいんです。ちょっと行ってみただけですから。あ、いいんですか？あ、いやいや、私前にも同じことを言ったんですか？ごめんなさい。あの時は熱でぼーっとしてて、何を話したかよく覚えてないんです。でも勇気を出していってよかったです。うーん、風が気持ちいいですね。前からこうやって二人乗りしながら下校してみたかったんですよ。好きな歌の歌詞にこんなシーンがあって、ずっと憧れてました。はい、歌の内容ですか？恋人同士が2人で1台の自転車に乗って、土手の道を走りながら将来の夢を語り合うんです。その将来の夢の内容は2人の。先輩、漕ぐのが早すぎます。帽子が勢いで飛んじゃいますよ。でも先輩の背中、大きくてあったかくてとっても安心です。このままずっと一緒に。なんでもないです。このまま土手の方に行きませんか？はい、もっともっと先輩といっぱいお話ししたいです。先輩、またスピード上げるんですか？怖くてまた先輩にしがみついちゃいますよ。それは望むところですか？じゃあギューってしちゃいますね、先輩。